洋館80周年おめでとうということで、いったん洋館すみませんです。2023年7月11日でですね、こちら 3DS の洋館80が発売されて10周年でございます。おめでとう。めちゃ長いよね、10年で。でもなんかあっちゅう間な感じもするよね。ってことで、今回はですね、こちら妖怪ウォッチのゲーム、そしてですね、妖怪ウォッチのこちら DVD 映画ですね、こちらを振り返っていきたいと思います。妖怪ウォッチの歴史をこう10年振り返っていく感じでございます。ゆっくり見てください。 いや、妖怪ウォッチってね、ぶっちゃけクロスメディアプロジェクトということなので、ゲームとか映画だけじゃなくて漫画もあるし、おもちゃもあるし、アニメもあるし、ということで、いろんなコンテンツあるわけなんですけども、全部紹介してたらあれなんで、今回はこの2つに絞ってご紹介していきます。まずはこちらですね。妖怪ウォッチがバズったきっかけって本当いろいろあるかと思うんですけど、やっぱり、ね、一つにこのゲームがあるわけですわ。レベル5さんさ、いろんなゲーム作ってますけれども、レイトン教授とかいない霊とかダンボール戦記とか名作いっぱいあるかと思うんですけども、そのね、面白いゲーム作るレベル5さんの傑作でございますわ。これ発売されたのが、まあ、10年前いうことなので、2013年の7月11日です。みんな10年前何してたみたいな。もうね、小学生の子もおったと思うし、幼稚園の子もおれば、あとは大人の方もいろいろいると思うんだけども、もう10年も経ったんかいみたいな。僕が妖怪ウォッチにハマったきっかけはアニメだったんだけど、そのアニメ見た後にこのゲームもやってみたわけよ。その時はね、当時はゲーム実況とか全然やってなかったから、ほんとプライベートでこれ買って普通にね 3DS で遊んでたんだけど、めっちゃ面白いやんってなって、実際のその RPG 自体はこれなんか9時間とかあれば全クリできるかなと思うんだけども、その RPG ももちろん面白いけど、その全クリ後になんかすごいやり込み要素いっぱいあるやんと、なんか無限地獄行ったりとか、鬼時間あったりとか、あとその全クリ後のクエストとかあったりとかで、なんかめちゃくちゃ面白いっていうのを覚えてます。全クリしてからが本番みたいなね、そんなゲームで、超神ゲーなんですよね。当時はこういうね、3DS で遊んどったわけですよね。今はもう 3DS とか発売されてないっていうか、生産がね、終わってるかなと思うんだけど、そう、3DS っていうことで、ここね、切り替えると、まあ、なんて、立体的に見える、奥行きができるわけなんですよね。ちょっと寄り目になるかもしれないけども、そこ酔う人もたまにね、いたりするかなと思うんだけど、そう、3D の DS、なんか下画面と上画面で楽しめるみたいな。画面めっちゃ昔ちっちゃいよな、みたいな。で、今だったらさ、任天堂スイッチがね、主流かなと思うんですけども、そう、テレビ画面見たりとかしながらプレイすると思うんだけど、当時はさ、こう持ち運びに便利な 3DS で遊んどったわけですよね。このカセットを 3DS のここにね、ぶっ込んで遊ぶわけでございますわ。日記もね、3つぐらいあるんで、何周もしたかなと思うすわ。これがめちゃめちゃ良すぎて、スマホ版とか、任天堂スイッチ版もね、発売されておりますけど。夏いっすよね。ここにね、取扱い説明書みたいなのありますけども、めちゃくちゃね、古いよね。こんなやったみたいな。ケイタとフミちゃんこんなやったみたいな。まあもともとね、ケイタくん小学5年生普通の男の子いうことなんだけども、妖怪ウォッチをね、ウィスパーからもらうことによって妖怪が意味、そして妖怪と仲間になる絆を深めていくというね、ストーリーなわけですよね。夏休みにね、いろんな出来事が起きるわけなんですけどね。もともとさ、その妖怪と人間仲良くしていこうっていうのは、エンマ大王の思想だったりするわけやん。イケメンのね、エンマ大王の考えだったりするわけだから、その思想がこうウィスパーに伝わって、ほいで実際にケイタと妖怪仲良くしてるって、なんかちょっとね、意味深な感じするよな。でさ、クラスメイトのマー君っていう男の子がこうゲームに出てきて、実はエンマ大王の息子だったワオみたいな。そしてですね、2014年に発売されたのが妖怪ウォッチ2元祖本家でございます。合計ね、3バージョンあるわけなんですよね。めっちゃ増えたなみたいな。最初は1種類だけだったのに3バージョンみたいな。めっちゃ人気だからみんな買っちゃうんだよね、3バージョン。まあ、バージョンごとに登場する妖怪、その仲間にできる妖怪が違うから、ほな両方買うしかないやみたいなね。うまい戦略ですや。なんかポケットモンスターサン&ムーみたいな、そういうノリかなと思うんですけどね。で、妖怪ウォッチ2ではなんとケイタの時計がなくなってしまうというところから始まるわけですよね。3DS のソフトをこのような感じでございます。昔のやつって、これソフトに名前をね、書けるようになってるわけですよね。こちら自分の名前を書けれるようになってる。ここに名前書いてる人0人説。そして60年
年前の過去に行き、啓太の先祖であるおじいちゃん、そしておばあちゃんに会って、妖怪ウォッチがなくなったね、その理由とかを謎解きしていくみたいな、そんな感じですよね。当時なんかレベル5さん、こういうワンダーフリックっていうゲームも発売してて、ワンダーニャンゲットのチャンスとか、そんなもありましたよね。妖怪ウォッチ誕生のね、秘密が明らかになると。実はおじいちゃんの敬蔵が妖怪ウォッチを最初に作った人だった、天才だったって感じだよね。確かね、妖怪ウォッチ2から阿弥陀極楽行って、あやとり様とかね出てきたかなと思います。でも元祖と本家って一体何やねんって話なんだけど、ゲームの中におまんじゅう屋さんが出てくるわけよね。元祖まんじゅう、本気まんじゅう、なんか同じようなミーニングなんだけれども、こうね、妖怪たちも元祖軍本家軍おるわけですわ。土蜘蛛さんと大釜さんがね、大将おるわけなんだけども、そのまんじゅうがきっかけで争っている。まあ、両方正義やん、両方美味しいもん。戦争も結局そういうことだよね。両方とも正しいと思っているから、そういうことが起きてしまう。そして真打ちが登場したわけですよね。なんかクエストもさらに追加みたいな、ほな買うしかないやん。で、ゲームの発売とともにですね、こういう攻略本も登場するわけなんだけど、真打ちが発売されたことによって攻略本がさらに登場、しかも真打ちの方がなんか分厚いんだよね。これは、まあ、妖怪大辞典がプラスされたからかなと思うんだけれども両方買っちゃうよねーと、ほんとね、いい商売だわ。攻略本見ないとなかなかね、攻略難しかったりもするよね。クエストとか、なんか突然発生するイベントとかもあったりするしね。で、妖怪ウォッチ2でバスターズっていうのが登場しまして、なんかプレイの仕方が全然違うんだよね。妖怪たちを操作して、ほんでボスを倒していくみたいな。ほんで、レッドジェイとか、そういうキャラも、アニメに登場したキャラとかもね、出てますと。いずれもね、名作中の名作のゲームでございます。もうなんかさ、任天堂e ショップが終わってる、サービス終了してるということで、ダウンロードはねソフトできないと思うんだけど、まあ、パッケージはもしかしたらね中古とか売ってるかもしれないんで、まだやったことない方、この機会にぜひやってみて。そして2015年に発売されたのが、妖怪ウォッチバーサーズのアカネコダンと白鬼隊2バージョンが発売されたわけですよね。これも仲間にできる妖怪が違うから、こっちはジバニャン、こっちはコマさんみたいなね、ジバニャンバーサスコマさんみたいな感じだよな。これもねめちゃくちゃ盛り上がりましたよね。マルチプレイができるんで、あの近所の友達だとか、あとオンラインで友達と繋がって敵を倒すみたいな感じ、なんかメダルとの連動とかもねあったかなと思うんだけど、でこれが発売された後にゲット組っていうのがまた登場したわけよね。月にウサギでゲット組、それがまたおもろいよ。確かアップデートで楽しめたんかなと思うんだよね。無料のアップデートしちゃうかった。そしてですね、2015年の冬に発売されたのがこちら、妖怪ウォッチダンスということで、これ Wii U のソフトなんだよね。のゲームって多分これだけちゃうんかな。妖怪ウォッチの名曲いっぱいあるんだけど、それに合わせてダンスするっていうやつ、めちゃくちゃエクササイズになるんだよね。内容的にはゲラゲラポーの歌とか、初恋峠でゲラゲラポーとか、あと妖怪体操第一弾にダンダンドゥビズバ、ドゥビドゥビダンダンドゥビドゥバーとか、宇宙ダンスアイドルはウーニャニャの剣などなど名曲揃い。そしてですね、2016年の春頃に発売されたのが妖怪三国志。これね、結局スマホのゲームにもなりましたけれども、光栄テクモさんと作ったやつですよね。これもね面白いんだよね。ジバニャンたちが武将になって、これでこうストーリー進めていく。三国志だから国取り合戦なわけですよね。これも 3DS のゲーム。乗るかソルかみたいなところから始まって、でラスボスが乗るかソルかだったりするわけなんだよねそして2016年に発売されたのが妖怪ウォッチ3、そしてテンプラ、そしてすき焼きの3バージョン。これも最初確かね、寿司天ぷらが発売されたんかな。なんとですね、ケータがアメリカへUSA に行っちゃうわけなんよ。なぜかというと、なんかパパがそのアメリカで仕事することになったからみたいな。アニメだとねそういうことはないんだけれども、ゲームだとまたこう場所が変わるわけよね。さくら住宅街やなくてアメリカ行っちゃう。そして逆に日本では稲穂がプレイするみたいな、オタクの稲穂ちゃんもね登場するわけで、ストーリーめっちゃ面白かったよね。マップも死ぬほどたくさんあるし、確かねこれクリアすんのに超時間かかった記憶あるっすわ。でケータの友達のさマックくんとか出てきたりもするんだけどね。でメリケン妖怪とかも出てくるわけよ。妖怪がまた変わってる、一新してるって感じ。キャラクターの数も超多かったっすよね。こちらも名作でございますわ。なんか UFO が墜落みたいな、そういうミステリーが
が発生して、最終的にボス、ゴゴゴゴッドファーザー登場したりするわけよな。で、2バージョンが発売された後に、こちら、スキヤキが登場して、多分これもね、いろんなクエスト追加されとったかな。覚醒、ま、超かっこいい。バスターズトレジャーモードということで、また4人編成で、こう、いろんな敵をね、倒していくという内容か。そして連動すると、覚醒エンマにヌラリシンとか、仙台エンマ、覚醒ヒノシンとかが入手できるみたい。ほな、3バージョン買うしかないや。そしてですね、翌年、2017年に発売されたのが、妖怪ウォッチバスターズ2、ソード、そしてマグナムなわけなんですね。2バージョン発売されまして、ストーリー超面白いし、内容良かったんだけど、ちょっとバグがなんか多かったな、バグバイヤーとか、なんかね、言われてたりもしますけども、めちゃめちゃ面白い。てか、ゲーム発売してくれるだけで、やっぱありがたいっすよね。毎年新作出すってすごいやん。これはね、ストーリー的には、なんかあの、妖怪ウォッチバスターズハウスに、なんか滞納金があるみたいな。まあ、1億円ぐらいの借金があるんで、お金稼ぎに行こうみたいな、そう、お宝稼ぎに行こうみたいな感じ。ブンドリー一家登場したりとか、とにかくね、ストーリーがこれ超面白かったの覚えてますわ。秘宝妖怪がなんかいっぱい登場して、それメダルを集めたら、秘宝妖怪ヨーデルセンとか出てくるんちゃうかったっけ。しかし秘宝、願い事が叶うと思ったらそうではなかった。みたいな。確かね、アニメだと人間をサトウキビに変えるとか、なんかそんな妖怪ちゃうかったっけ。そしてですね、2019年に発売されたのが、妖怪ウォッチ4。もうこの辺から、任天堂スイッチになってんだよね。パッケージもちょっと縦長になっております。で、中開けてみると、ソフトがこちらでございますわ。で、付録がこちら、妖怪アークなっとりますわ。まあ、妖怪ウォッチ4はほんと神ゲーなんだよね。いろんな世界を行ったり来たりすることができるわけよね。昔の60年前に猫マタちゃんね、そして現代、そして未来30年後ということで、まあ、100年ぐらいの間を行き来することができる。ほいで、ボスが、ラスボスソーラーナキーみたいなね。なんかほんといろんな要素があるわけよな。まあ、映画の妖怪ウォッチフォーエバーフレンズとか、シャドウサイドとか、この辺がね、結構関わってるかなと思います。縁も大妖怪なんで、こんな風に生まれてきたみたいな、そういうのも分かったりするんだよね。で、なんか今まで上から下の視線だったわけなんだけど、下から上の視線に変わったわけよね。空を見上げることができる。僕ら同じ空を見上げているみたいな、ウェイ。景色もめっちゃいいよね。ケイタの娘の夏目ちゃんとかもね、登場してきて、シャドウサイド化してボスを倒すこともできるし。しかもさ、ウォッチャーもバトルに参戦できると。妖怪ウォッチを使って敵を攻撃することができたりとか。あと、不動明王に変身して攻撃できたりもするけど。で、シンくんの世界、これ60年前よね。1960年代のサークルはもちろん。そして、妖魔界にももちろん行けるしと。いや、懐かしすぎるなぁ。これもね、結構クリアすんのに時間かかるやつですよね。で、ダウンロードは僕は買ったんだけど、妖怪学園はワイワイ学園生活っていうスイッチのゲームも発売されたわけよね。それもめちゃめちゃ面白くて、なんか SD キャラ、キャラクターがなんかめっちゃちっこいんよ。頭でっかくて。それを動かしていく。しかもなんか変身することができる。まあ、もともと、ジバニャンとか、その妖怪たちがおったんだけど、それが転生して人になりました。だから、その数十年後の世界かなと思うんだけれども。で、YSP ウォッチによって、その音量とかと合体して変身、そして敵を倒していく、みたいなね。ゲームの中で僕のね、マイベストを決めるとしたら、マイベストは、やっぱりこれかな。原点にして頂点、 3DS 初代の妖怪ウォッチ。そしてナンバー2は妖怪ウォッチ4かな。なんか全ての要素が入ってる気がするし。そしてですね、最後映画もチェックしていきましょう。まず最初、2014年12月20日に公開されたのが映画妖怪ウォッチ誕生の秘密だにゃーんということで、ケータが60年前に行きまして、ケイゾーとか、あとおばあちゃんに会うわけですよね。そしてマスターニャーだということで、ナッキー志村けんさんがね、声担当してたりとか、そしてウバウネーみたいなね、ラスボスが登場したりするわけよね。マジでこれはね、名作だよな。なんか冬ニャンがさ、ダークニャンになったりもするし、ジーバニャンとウィスパー合体してブチニャンになったりとかするし、マジでね、神展開なんだよな。妖怪ウォッチがどのようにして誕生したのかが描かれてるんで、まだ見てない方、
ぜひともチェックしようね。いや、映画の前売り券もさ、超並んだよな、入手しようと思って。そして、第2弾がこちらですね。2015年に公開された映画妖怪ウォッチ、閻魔大王と5つの物語というのところで、なんか5つのエピソードがあるわけなんよ。で、それぞれバラバラに見えるんだけれども、実は閻魔大王は全てのエピソードをチェックしている。なぜならば、妖怪と人間仲良くすべきなのかというのをちゃんと見てるわけですよね。ということで、ケイタッチがいきなり死んでしまうある人物のお供妖怪になったりするわけよね。そしてコマさん、コマジロウに弟がみたいな、人間と妖怪のね、その絆がこう描かれてるし、またジーバニアに関してはエミちゃんと出会ったりとか、クリスマスが描かれたりとか、めちゃくちゃ面白いんだよな。そして最後、エンマ大王がぶちかますみたいな、ヌラリバーサスエンマみたいな、イケメンバーサスイケメンみたいなねめちゃくちゃ面白いストーリーなんよね。そして2016年に公開されたのが映画妖怪ウォッチ第3弾、空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険ということで、ええ感じに実写化されたわけよね。ちゃんとアニメの世界もあるんだけど、ええ感じに実写化、フルで実写化されたら抵抗ね、あるかなと思うんだけど、ケイタくんはこんな可愛い子になんのとか、フミちゃんこんな可愛い子なんのみたいな、クマが澤部さんみたいな感じになんのとかね、もう名キャスト揃いなわけですよ。今はめちゃくちゃ人気のね、山崎賢人さんとか浜辺美波さんとかも出てきてるし、でストーリーも面白いよね。かなみちゃんがいろいろトラウマあって、そっからその実写世界アニメ世界作ったりとか、クジラマン登場したりとか、これもね超楽しめる映画でございます。そして2017年に公開されたのがこちら、映画妖怪ウォッチシャドウサイド鬼王の復活。もうこれ大好きよね。ちょっと大人なダークな感じなんだよね。ケイタの世界から30年後の世界、妖怪たちがなんか凶暴化しちゃってるみたいな、見た目がなんか怖い感じになっちゃってるみたいな、まあ表があれば裏もあるということで、もともと妖怪ウォッチってキャラクター可愛いんやけれども、もうこういうダークなサイド、裏面ももちろんあるよねという世界で、しかもゲゲゲの鬼太郎と神コラボ、しかも野沢雅子さんで、しかも闇閻魔登場するし、神回、これはめちゃくちゃ面白いよね。でこれからアニメの妖怪ウォッチシャドウサイドに繋がるわけですよね、妖怪探偵団みたいな。で2018年に公開されたのがこちら、映画妖怪ウォッチフォーエバーフレンズ、ずっともっていうやつなんだけど、なんかさ神なんだよね。ストーリーとかがもうほんと神なんだよね。伏線もちゃんとあるし、ここにいるスーさん実はそういうことみたいな、シンくんのパパだったとか、いつきくんって実は、エンマ大王の昔の姿とか、そう、エンマ大王誕生秘話とかも描かれてるし、あと妖怪ウォッチエルダがゼロの時のね話だったりとか、ほーんとこれは名作だよな。超面白いよね。で、先代エンマ大王の息子が実は支援だったみたいなね、キャラクターボイスは小栗旬さん。そして最強のボス、空泣きとかも出てきたりするし、キャラクターもイケメンだし、可愛いしで、ストーリー最高だしで、これはねマジで押せるわ。そして映画妖怪ウォッチチャーム妖怪学園は、猫はヒーローになれるかーってことで、今までともう一新してるやん。ケイタはどこへ行った、ケイタの子孫は出ているのかとか、もうかなり一新しちゃってるわけよね。ジバニャンがジンペイ君になってるし、コマさんはコマ君になってるし、でまた新キャラマタロウ君出てくるし、マタロウ君の正体は一体誰みたいなことをなんか2年ぐらい考えてた気するな。結局ね、なんか普通の玉ねぎ農家の男の子みたいな感じだったけど、で吹雪姫吹雪ちゃんになってるし、ほいで YSP ウォッチによってヒーローに変身で、ラスボスがなんか見た目やばいやんみたいな、もうギャグ要素たっぷりなんだよね。ウィスパーもさ薄見沢先生なってて、なんかスパイっぽい感じだし、エマちゃん可愛いし、でこれがまあ言ってみたらエピソード0みたいな感じだよね。アニメ妖怪学園 Y に繋がっていくわけなんやけどね。ってことでですね、映画ね、この中から僕的にマイベストを選ぶとしたらですね、ナンバーワンはForever Friends。 もうこれはね、賛同者多いんちゃうかな。みんなも好きよな。もうほんと感動できる。大人が見ても子供が見てもほんと楽しめる名作。で、第2位を決めるとしたら、シャドウサイドとこのクジラのやつかな。もうほんと好きだな、この辺。はい、ということで、今回は10周年を祝いまして、ゲームと映画ね、振り返ってきたんですけど、いかがだったでしょうか。みんなもね、好きな作品とか思い出ぜひね、コメント書いておいてください。今後もね、妖怪ウォッチのコンテンツ続いてほしいな。ぜひともね、レベル5さん、よろしくお願いします。以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。